皆さんこんにちは。こんにちは。ツアープロコーチの山井です。カメラマンの翔吾です。それではよろしくお願いします。お願いします。今回はカメラマン翔吾に、以前スクールでね、はい、レッスンをした時に、うん、まあ、軸の傾き理論っていう、まあ、まあ僕自身が勝手に読んでるだけですけれど、はい、まあ、軸の傾きっていうものが、まあ、スイング軌道にすごく影響を与えるんですね。うんうんうん、でまたその体の使い方、例えば下半身リードだとか、まあ、あのそもそも僕がいつもバックスイングでいう下半身の軸がずれずに上半身が回っていく、懐を大きく作って肩が大きな回転をしていくと、はい、いった動きに、まあ、とても影響を与える、まあ、軸の傾き理論というものがあるんですけど、うん、まあ、それをレッスンしたところ、はい、ね、カメラマン翔吾が、まあ、これはみんなに伝えろと、いやこれは、はい、ぜひ、いうね、とんでもなく世界観が変わりまして、はい、っていう感じらしいので、はい、これは素晴らしい、はい、それをちょっと皆さんにもね、シェアしていきたいなと思います、はい、先ほども申し上げたように、これをね知っていただくと基本的に、まあ、例えばアウトサイドインどうしても治らないよっていう方とか、まあ、どうしても逆にインサイドアウトが治りませんよっていう方々はこの軸の傾き理論を知ると、まあ、矯正法が分かってきたりとかそもそもの根本的な理由っていうものがしっかりと自分で分かるようになってくると思いますので、はい、まあ、一度この動画最後まで見ていただいて、この軸の傾き理論理解深めていただければと思います。それでは早速、軸の傾き理論、まあ、軸の傾きが体にどういった影響を及ぼすのか、まあ、スイング軌道にどういった影響を及ぼすのかをお話ししていきたいと思います。はい、お願いします、はい、まずですね、軸の傾きっていう前に、軸はなぜ傾くのかっていうお話を簡単にさせていただきます。はい、皆さん軸が傾くときってどう考えてます？まあ、カメラマン翔吾も一緒にね、答えていただくといいんですけど、うん、まあ、基本的にやっぱり軸の意識っていうとみんなここ、うんうん、ここを意識すると思うんですよ、まあ、背骨、そう、この、はい、自分のこのね串刺しになったようなイメージで、うん、この上半身もしくは目線が動かないようにする方非常に多いと思うんですけど、はい、これを意識していては軸は傾くんですよ。ほう、はい、どういうことかというと、まあ、そもそも軸の考え方として僕がいつもお話しするのは、うん、2つで考えるっていう話をするんですね。ほう、はい、1本の線ではなくて下半身の軸、上半身の軸っていう2つに分けて考えます。お、はい、こうすることによって何が起こるのかっていうと、まず上の軸そのものが単品で動くことってほとんど体の構造上ありえないんですよ、うんうん、まあ、要はこういうことですよね、まあ、スイング出るのはこういうことです。お、はい、なんでかって、まあ、これ見てもらったら分かる通り目線ずれますよね、はいはい、それにバランスが非常に悪くなるので人間無意識のうちにこれ絶対やらないんです。お、はい、つまりこういった軸ずれは起こらない、うん、どっちかっていうと軸ずれで起こるのはこっちです。伸び上がる動きですね。はい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 、はい、じゃあこれどうやったら出るのかっていうと、もちろん体をこんな風に使わないですよね、うん、そこでここの下半身の軸が出てくるんですけど、ほう、下半身の軸というものが右にずれると、お、はい、上半身軸左に傾きましたね、はいはい、まあ、逆もそうです、左にずれると右に傾きます、はい、というように下半身の軸がずれることによってそのバランスを取ろうと上半身は残ろうとする、うん、これが軸が傾いてしまう原因なんですよ。はあ、まずこれを理解しておいてください。無意識にバランスを取っちゃう、はい、まあ、つまり上半身の軸を意識したところで何も良くならないっていうことなんですね、うん、どっちかというと下半身の軸が止まることによってまあ様々な、まあ、メリットがあったりとかっていうふうになってくるわけです。はい、はい、それではですね、軸の傾きがどういった影響を及ぼすのかについてお話をしていきます、はい、まず、軸が、例えば左に傾くとこういうことですね、うん、この状態ではどういうものが起こるのかというと、まあ、皆さんも一度一緒にやってみましょうか。まずまっすぐ立ってください。まっすぐ立った状態でこのまま体を横へ左右に回してみましょう、うん、この動きって、まあ、インサイドイン、クラブの軌道はインサイドイン、そして体はスムーズな回転を行っている状態ですね、はいはい、じゃあこれを左に傾けましょう、はい、左に傾けた状態で体を回してみてください、はい、クラブの軌道どうなりますか？アウトサイドインです。はい、そういうことです、はい、まあ、つまりこの体の軸、上半身軸というものが左に傾くとこの時点でアウトサイドインにしかならない、うん、
このアウトサイドインにしかならない状態なのに無理やりインサイドに下ろそうとするとクラブは寝る、寝て開くということですね、うん。まあこの寝る寝ない、まあよくシャローイングと寝るって何が違うのってお話があると思うんですけど、これについてはまた次回の動画でお話ししていきたいと思います。逆もまた今度はそのまた逆の話ですね、はい、はい、軸が右に傾くことによってインサイドアウトになりますと、うん、いうことです。まあつまり軸が左に傾けばアウトサイドに、軸が右に傾けばインサイドアウト、うん、この動きがしやすくなるということです、はい。そして軸が左に傾くと、もちろん今軌道だけのお話をしましたけど、スイング中の体の動きもアウトサイドインになりやすい動きになります。まあどういうことかというと、例えばアウトサイドインになりやすい動きというのは、以前の動画でもお話ししたようにバックスイングで懐ができていない、体が回っていない、ね、ダウンスイングから下半身リード式に上半身が一緒についてきてしまうといった、まあ、理由があるのですが、はい、ただただこの軸左に向けて、これもやってみましょうか。軸を左に向けてそのまま体を回していきます、はい。この状態で一応鏡とか見ていただくと分かるんですけど、右腰が出、懐がなく、もちろん腰が出ていますので股関節が、つまり上半身は回りづらくなってきます、はい。まあ、つまりバックスイング、僕が言うバックスイングというものがもうこの時点でできていないわけです、はいはい。そしてもう一つ、左側がすごく窮屈な状態になっていますので、この状態で下半身リードを行おうとすると上半身はついていくような形になりやすいわけですね。今はすごく大げさにやっているのでこういう形になりますけど、まあ、これがスイング中とかですとこういうふうに突っ込む動きとかになって、まあ結局体が開くとか、はい、まあそもそもの動きでアウトサイドインになっていくっていうふうになるわけですね、はいはい。まあ、ですので平たく言ってしまうなら、とにかく軸が左に傾いたらもうアウトサイドになりますよと、はいはい。だからアウトサイドに直したい方は軸が右に傾いてないとダメ、逆にインサイドアウトどうしても下から煽るっていう方は軸が左に傾くようなイメージがあると、まあ、簡単にその矯正がかけられるっていう風にもなってくるんですけど、まあ、この辺はねまたその人それぞれで変わってくるので一概には言えないところであるんですけど、まず全員に共通しているのはこの軸の傾きが全て、みんなに当てはまってくるということです、はい。それでは、軸がなんで左に傾くのかっていうことなんですけれども、主な理由は2つです、はい。まあ1番はね、これも以前の動画で挙げてるんですけど、ドライバーのお話で、はい、例えばアドレスをして、まあ、溜まって左に置きますよね、ドライバーの場合、はい。どうしてもこの左に置いた状態だとどうしてもボールを見に行ってしまって、まあ、体を寄せてしまったりとか、ボール側に、もしくはボールの方を見たりとか、うんうんうん、まあ、もしくはこうアイアンとかでもそうですけど、ターゲットを見に行った時に体が開くんですよね、はいはい。体が開くと自然と腰っていうのは中に入ってくるので、この状態のまま立ちに行くとこういう風に軸がちょっと左に傾いた形になりやすいんですよ、はいはいはい。これが大体皆さん軸が左に傾く理由となってきます、うん、はい。ですので、アドレスがまあ一番の要因にはなってくるんですけど、まあ、もう一つですねあるのが、これも以前の動画でお話ししました、最近の動画ですね、はい、プレス。この動きをして上げていくと、そもそも例えば正しい構えしていてもプレスが入った時点で腰軸が右にずれていくので、上半身軸が残ろうとして左に傾く。なるほど、はい。まあ、自ら作りに行くということですね、はい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 。このパターンも非常に多いということです。ですので例えばアウトサイドインに悩んでいる方とかは、このプレスだったりとかこの構え方を直すだけで軸の傾きはだいぶ矯正できるのかなと思います、うん、はい、はい。それではどのような軸の形が正しいのか、うん、ということです、はいはい。ここがまあ本題ですね、はいはい。僕が考える正しい軸の形というのは、やや右に軸が傾いているということです。上半身軸がね、下半身軸はまっすぐですよ、はい。下半身軸はまっすぐ、上半身軸は少し右に傾くということです、うん。まあ、つまりインサイドアウトの軌道がノーマルだと思ってください、基本的には。うん、はい。まあ、もちろんちょっとしたドローになるってことですね。だから、まあ、僕は自分のスイングでもちょっとしたドローが出るのがまあノーマルのスイングだっていうふうにお話しするんですけれども、はいはい。なんでかっていうことを簡単に話すと、ゴルフっていうのは握った時右手の方が、まあ、右打ちであれば、うん、右打ちであれば右手の方が下に来ますよね、はい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 、はい。下に来るということはもちろんですけれども、しかもハンドファーストに構えますので、うん、確実に右肩って下がるんですよ。うん、右肩が平行にある人はいないんです、地面に、うんうんうん、はい。よほど右手が長くない限り、
よほど右手の方がちょっとバランス悪く長くない限りはそんな風にならないわけ、うん、だから普通に構えれば右肩は絶対に下がって構えている、はい、つまり右肩が下がっているということはインサイドアウトの軌道になりやすいので実際ノーマルで打っていくと普通の打ち方すればインサイドアウトになってドローボールが出やすいというわけなんですね、はいはい、ですので、まあ、例えば鏡とかを見たときに自分のアドレスをチェックする場合はやや傾いているなっていうふうにちょっと思っていただくとベストかなと思います、うんうん、はい、で例えばアウトサイドインに悩んでるとかどうしても軸が左に傾くとかっていうのでこう強制がかけれないよっていう人は例えばカメラマン正午にもこの前やったんですがかなり大げさにやっていただくと、うん、まあ、この時軸を傾けるって言ってこうなっちゃダメですね、はいはい、これだとボトムの位置がかなり右に来てしまいますのでスイングボトムの位置が、うん、どっちかっていうと腰をずらして右に傾く、はいはい、こうしてあげればもう必ず懐ができるようになってきますので、まあ、これやりすぎですけどね実際やると、まあ、強制法としてね、はいはいはい、感覚をつかむための練習としてやっていただければいいのかなと思います、はいはい、それではちょっと僕が、軸をわざとちょっと傾けてそれ以外は変えずにちょっとスイングしていますのでその比較を一度見てみてください。いかがだったでしょうか。まあ今回は軸の傾き理論、まあ、軸の傾きがスイング軌道自分のスイングの体の使い方にどういった影響を与えているのかということについてお話をさせていただきました。まあ簡単にまとめてしまうとこの軸の傾きが左に傾いている場合は何をやってももうアウトサイドインの動きもしくはアウトサイドイン軌道になってしまいます。まあ、つまりどんな体の動かし方をしようともうまいことインサイドアウトには触れないし矯正もできないので結局のところ悩んでしまうとかねそういったことになってしまうわけですね、まあ、カメラマン正午もその一人だったと。そうですね、いうことですね、はいはい、まあ、ですのでこの理論根本的理論を知ることによっていろいろな、ね、恩恵を受けられると思いますので、まあ、より皆さん このゴルフのスイングの理解度が深まってまたこう新しい、ね、スイングにも取り組めるかなと思いますのでぜひ何回も見直していただいていろんなことにチャレンジしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。次のあなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。